どうも、お疲れ様です。じゃあ今日も山本太郎さんの言葉からいろいろと学んでいこうかと思いますけども、あの、もしね、選挙に行かなかったら罰金があったりとかね、それから選挙に行かなかったら逮捕されるとかね、何かしらのペナルティーがあるとしたら、私たちは多分選挙に一生懸命行くと思うんですよ。でもね、選挙に行かなくても今は目に見える形で罰則はないじゃないですか。だから、国民の 有権者の二人に一人が自分の選挙権を放棄してるってことになってるんじゃないかなと思うんですよ。しかし山太郎さんはね、こういうふうに言うんですよ。どうして今みたいな世の中ができちゃったのか。なんで今みたいな君に政治がバッコするのか。それは選挙に行った人のせい。そして選挙に行かなかった人のせい。今の国の体制は確かに大半の国民にとってみたら地獄みたいなもんだ。 若者のの代、20代、30代、死因の第一位が自殺。つまり若者が未来に希望を持てなくなったそんな世の中なんだよとそして貧困にあえぐご老人70代80代お金がなくってもうねコンビニでおにぎりを盗んでそして逮捕されてセーフティーネットが刑務所3色がついて雨風がしのげる今はそこがセーフティーネットになろうとしている ある意味、生活保護を受けるよりも、刑務所の方が楽だ、というふうに感じられてるのかもしれない。そして、刑務所から出てこれたら、もう一回、物を盗んで再犯をして、また刑務所に戻る。刑務所の中では、もうほとんどね、刻み食が出たりとか、作業ができなくって、一日中寝ていたりとか。それこそ、刑務官さんっていうのは、介護士でもなんでもないですから、刑務官さんの負担も上がっていると。そして、刑務所の中の高齢化。 様々な問題があります。なんでこんなことになっているんだろうか。こんな世の中で誰が喜んでいるんだろうか。確かに、こんな世の中で、この日本で大喜びの人はいるんですよ。例えば、経団連とかね。竹中平蔵さんとかね。つまり、こういう人たちってのは、自分が有利な人生を歩むために、ずっと政治の世界に人を送り込んで、 その人を当選させて、選挙に行って、そして当選した人に恩返しをさせるために、税金の還付を受けたり、いろんな優遇措置を受けたり、こういうことをやらしている。しまいには、今はですね、武器を作って海外に売ろうぜっていうことまでやらしているんですよ。日本ってのは世界有数の武器輸出王国になりそうです。そして、アメリカからは、 いいねで何兆円というお金で武器を買っています。ミサイルや戦闘機です。しかも、金はすぐに払って、商品はいつ来るか分からない。こんな買い物をしてるんですよ。ひどい世の中です。つまり、選挙に行かないペナルティってこれじゃないですかね。選挙に行かないから、ありがたくもない税金が上がって、ガソリン代の気圧、既発油税その他、 税金が数々上がってですね。ガソリン代も今、1リットル160円とか170円でしょ。暫定税率も据え置きのままですよ。それは暫定税率によって、得をする人が暫定税率をやめないように働きかけて、選挙に行って、そういった自分の傀儡を政治家として送り込んでるんですよね。 政治家も全体の国民のために働かなくちゃいけないという建前はありますけども、一部の国民のために自分の権限を売り渡している状態です。こんなやらせの出来ですがなんでうまくいってるのか。それは熱心に選挙に行った人たちがそういうふうな国を作ったからなんですよ。選挙に行かない人の事情なんて知ったこっちゃありません。こうなるとね、欠席裁判を毎日受けてるのもんですよ。ガソリンに関して言うと、 今、ガソリンの激減緩,緩和措置っていうのがありまして、石油元売り各社に1リットルあたり40円補助金が入ってます。つまり今のガソリン代っていうのは、本当はプラス40円で私たちは買わなくてはいけないんですよ。しかしこの緩和措置も今年徐々に切れていきますんで、今年中にガソリンは200円を突破して、以降、この日本で200円以下にガソリン代がなることはないと。 いいうことらしいんですよね電気代も同じですよ電気代も9月に経済産業省の激減緩和措置はなくなりますんでまた上がります電気代とガソリン代が上がればどういうことになるか全ての日本の商品は物流によっての賄ってますよねつまりトラックの燃料代が上がりますから物流コストが上がる商品価格が上がるってことになります食料の生産も当然ですけども電気ガソリン使えます 値上げです。卵もです。すべてです。どんなものも値上がりします。パソコンだって、撮影してるカメラだって、スマートフォンだって、値上がりします。今度新しく出る iPhone っていうのは、なんとついに30万円台だそうですよ。その辺のパソコンが、下手したら2、3台買えるんじゃないですか。なんでこんな世の中になったのか。なんでこんな住みにくい世の中になったのか。これはですね、選挙に、後ろ向きな人、 積極的じゃない人に対してはものすごく嫌な世の中ですけどもこの世の中を作り上げた人にとってみるとついに選挙に行って自分の野望が叶ったという到達点なんですよねだからこの世の中を変えるにはやっぱり選挙しかないと選挙によって世の中が変わってしまっただから選挙によって世の中を変えるしかないその先頭に立つそうこの国を変えるために みんなにも第一線に立てては言わない。俺が第一線に立つ。だから権力をくれ。選挙に行ってくれ。比例は令は。そんな感じだったんじゃないかなと思いますね。はい。私もですね、選挙に行くだけではなくって、自分がこの政治というステージでどんなことができるのか、それは自分のためでもあるし、自分に続く人のためでもあるし、ビジネスでは救えなかった人に、政治なら救えるんじゃないかなというふうなね、可能性を見出してきましたね。 はいそれじゃあ6月24日今月もできるところまでやってみようかなと思います稼がして助けれる人は稼がせますよでもなかなかそうもいかない人は政治の力が希望なんじゃないかなと思いますねはいじゃあお疲れ様です